はい、こんにちは、ビヨンシノノです。今回はセルフカットでベリーショートをカットしていくやり方についてお話ししていきます。今回は横の髪をメインで、ね、お話ししていきます。前回が後ろ髪、これをね解説していきました。これをねまだご覧になってない方はね、ぜひそちらを参考にしてから今回の横にチャレンジしていってください。後ろはねとにかく難易度が高いんです。横に関しては鏡からね見えますので、後ろよりは難易度はかなり低くなってます。ただ油断してると切りすぎちゃうということがね起こってきます。ですのでやる際は少しずつカットしていってください。今回もヘアカッターでカットしていきます。ヘアカッターというのはダイソーに売ってる4段階スキルを変えられるヘアカッターを使っていきます。ハサミでやったり、すきばさみで軽くする。これもね、確かにいいんですが、セルフカットで長さを短くしようと思ってやると、結構ね、難しいです。短いヘアスタイルこそヘアカッターを使うべき。そうね、僕はね、考えてます。ということで、今回も横に関しては、やりながらね、詳しく重要なポイントをお話ししていきます。では今からやっていきます。ではこれでブロックを取っていきます。横に関してはベリーショートなら 1,2,3 段で取っていく方が正確に切りやすいです。もし難しいのであれば下の段と上の段という形で2段でね分けるのも良いです。今回はね 1,2,3 段で取っていきます。反対のね横も3等分しました。これで長さをカットしていきます。長さ設定の場合、耳の後ろから顔に向かって作っていってください。長さに関しては後ろの流れに合わせて作るというのでもいいですが、お好みでやっていってください。若干長めに設定しておいた方が失敗少ないですので、最初の長さ設定はやや長めにやっていってください。あと、ヘアカッターを使ってますので髪が濡れた状態です。乾くと若干長さが短くなりますので、考えつつやっていってください。耳、タブ、長さ設定にしました。反対の横もこれで長さ設定していきます。左右の長さをチェックしていきましょう。この時点で左右の長さをきちっとね決めていきましょう。これで長さが合ってたら、この下の段にレイヤーを入れつつ短くしていきます。束を持ちます。そして床と平行ぐらいに持ち上げます。少し毛先を切っていきます。この時はいっぺんに切らないでください。持ち上げて少し毛先を切る。その程度で良いです。次は真ん中の段に入っていきます。これで真ん中の段の長さをカットしていきます。やや引き出します。で、長さをカットしていきます。これで中間の段のこの毛先をカットしていきました。ここにまたレイヤーをつけていきます。同じように床と平行に持ち上げます。少し毛先をカットしていきます。床と平行に持ち上げます。毛先をカットします。こういうふうにやっていきます。次、この表面をね、カットしていきます。この表面に関しては床と平行に持ち上げます。そして毛先をちょっとカットしていきます。
この時切った下の毛をね、一応チェックしておきましょう。下の毛はここですね。ここの短い毛を一応確認しておきます。この髪の長さに合わせるぐらいな感じで毛先をちょっとカットしていく、そういう風にねやっていってください。先ほど中間の段でカットした髪はこの辺りに長さがあります。この長さに合わせるようにカットしていきます。確認しておきますね。中間の段の長さはね、ここですよね。これに、この時はいっぺんに全部の表面をカットするんじゃなくて、少しずつねカットしていきます。床と平行に引き上げて少しずつね毛先をカットしていってください。はい、こういうようにねカットしていくと結構ね短くなりますよね。次はね、反対の横をカットしていきます。反対の横は今下のね長さを設定をしたところです。下の段のレイヤーと長さをカットしていきます。床と平行に持ち上げます。はい、はい、こういうようにカットしていきます。次ね、この中間の段をねカットしていきます。まずは長さをカットしていきます。少し引き出して長さをカットしていきます。この時持つ束では下の段の束を持たないようにしていってください。これで中間の毛先部分をカットしました。これでレイヤーと長さを少し切っていきます。床と平行に引き出します。毛先をカットします。はい、これで中間のカット終わりました。今度はね表面をカットしていきます。表面は床と平行に引き出します。先ほど切った髪の長さをチェックしておきます。このぐらいの長さですね。これに合わせるように少しね毛先をカットしていきます。この時はいっぺんに全部切るってわけではなく、少しずつねカットしていきましょう。何回もね引き出して少し毛先を切っていくようにねやっていってください。床と平行に引き出しました。先ほど切った髪の毛はここですよね。これに合わせて少しずつカットしていきます。こういうように微調整しながらね、少しずつね、カットしていってください。こういうようにカットしていくと、ベリーショートスタイルがね、できますので、横に関しても3段でやって、少しずつカットしていってください。基本ベースは床と平行に持ち上げて、ヘアカッターでカットしていく、というようにやっていってください。はい、ということで今回はセルフカットでベリーショートスタイルをカットしていく、やり方について話していきました。前回が後ろで、今回がね、横の髪のやり方についてお話ししていきました。ベリーショートをセルフカットする場合は、
この2つをね、参考にしてぜひチャレンジしてみてください。少しずつやらないと、いっぺんにね、さーっとやってしまうと失敗してしまいます。切りすぎてしまいます。取り返しがつかなくなってきます。ベリーショートで長さを短くしすぎると、どうしてもね、ごまかしきれないということがね、起こってきます。長め長めに長さを残しつつやっていってください。ということで、皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。